ささみとたくみのお掃除講座。こんにちは、たくみです。こんにちは、のぞみです。今回はモテギ流掃除講座の動画の中から特に参考になりそうなものをのぞみ姉ちゃんにランキング形式で発表してもらいます。第5位、モテギカズヤサビ落としだけでハサミのサビは落ちる。それじゃあ早速第5位から紹介お願いします。第5位は、錆びてしまった剪定バサミをモテギカズヤサビ落としで落としていく動画ね。サビと反応すると紫色に変色していくから見ているだけで楽しいわよ。ちなみに洗剤をかけて10分ほど置いたものがこちら。すごい、紫というより真っ黒になっているね。ブラシで洗剤を塗り広げてしばらくしてからペーパータオルで洗剤を拭き取ってみるとこんな感じ。あんなに反応してたのにまだ残ってるね。モテギカズヤサビ落としが得意なのはもらいサビで、金属自体が錆びてしまったのならクレンザーでこすってしまった方が早いのよね。動画でも後半は研磨スポンジやクレンザーのモテギカズヤ極みで錆取りをしているわ。へー、どんな錆がついたのかで落とし方が変わってくるんだ。例えば研磨スポンジのスコッチブライト7447にモテギカズヤ極みをつけてこすってみたのがこんな感じ。先にクレンザー、そして残ったサビをモテギカズヤサビ落としのような洗剤で落とすとすれば効率がいいわよ。洗剤やアイテムを使う順番も大事なんだね。4位、キッチン泡ハイターで排水口を一気にきれいに。次は第4位をお願いします。第4位はキッチン泡ハイターを使って洗面台の黒ずみや黒カビ、ぬめり汚れといった汚れを落としていく動画ね。頑固でなかなか落としにくい汚れだけどキッチン泡ハイターならすっきり落とせるの。キッチン泡ハイターは僕も持ってるし、いろんな使い方を知りたいな。洗面台の中で汚れが多いのは排水パイプよね。キッチン泡ハイターを勢いよく吹きかけて排水口パーツで蓋をすれば中に泡がとどまってくれて汚れ落ちが良くなるの。へえ、それならキッチン泡ハイターでもパイプ掃除ができるね。そしてこの動画で参考になるのは勢いよく水を流していくところ。洗面ボウルに水を溜めておいて一気に排水していきましょう。キッチン泡ハイターをかけてしばらく置いておいたことで汚れが柔らかくなっているから水圧で一気にきれいにできるわ。一気にきれいにできると気持ちよさそうだね。3位、歌丸クリーナーを床拭きに最適化する方法。次は第3位をお願いします。第3位は歌丸クリーナーでフローリングの拭き掃除をしていく動画ね。僕も床掃除に使ったことはあるけど、拭いた後にヌルヌルベタベタしちゃって正直いまいちだったんだよね。そうよね。だからこの動画では歌丸クリーナーを水で薄めて使っているの。歌丸クリーナーは界面活性剤の濃度が 5% で拭き掃除用にはちょっと濃すぎるわ。だから水で10倍から20倍に薄めるとちょうどいいのよ。え、そうだったの？でもわざわざ薄めるのも面倒じゃない？それも結構楽ちんなのよ。歌丸クリーナーは1回プッシュするとだいたい 1g 洗剤が出てくるから、水 100g に対して5回プッシュで20倍希釈、10回プッシュで10倍希釈となるわ。思ったよりも分かりやすい。久しぶりのお掃除で汚れが気になるなら濃いめで10倍希釈、そこまで目立った汚れがないなら薄めで20倍希釈というように汚れに合わせて調整してね。2位、匂いの少ない塩素系漂白剤でトイレ掃除。次は第2位だね。発表お願いします。第2位はキッチン泡ハイター無臭性を使ってトイレ掃除をしていく動画。匂いが少ない塩素系漂白剤だから快適にお掃除できるわよ。塩素の匂いが苦手な人も多いし、無臭タイプは嬉しいね。トイレ掃除にはどう使うの？便器の内側は洗剤を吹きかけて5分から10分くらい放置して、汚れが緩んだら3コインズの使い捨てロールスポンジでこすり洗い。トイレ本体や床、壁はキッチン泡ハイター無臭性の希釈液で拭いていってね。3コインズの使い捨てロールスポンジはザラザラしてて研磨力があるから、水垢や軽い尿石くらいなら落とせるの。アイテム選びも重要だね。そしてこの動画で参考になるのは希釈液の作り方ね。キッチン泡ハイター無臭性はスプレー洗剤だから、さっきの歌丸クリーナーみたいにスプレーするだけで拭き掃除用の希釈液が作れるわ。キッチン泡ハイター無臭性で拭き掃除をするなら何倍希釈がいいの？私のおすすめは50倍希釈ね。水 50g に1回プッシュすれば作れるわ。塩素系はもともとの洗浄力、除菌消臭力が高いから、これでも十分お掃除できるわよ。第1位、固形石鹸で洗面台のお掃除。最後は1位の発表、お願いします。第1位は固形石鹸で洗面台のお掃除をしていく動画ね。動画では
さっきも出てきた3コインズの使い捨てロールスポンジで石鹸を泡立てて洗面台のお掃除もしているわ。ザラザラしているけれど泡立てネットのように使うこともできるの。ロールスポンジはいろんな掃除に使えるんだね。この動画で特に参考になるのは洗剤の相性について。洗面ボールは固形石鹸で、排水パイプには塩素系漂白剤のキッチン泡ハイターを使っているんだけど、石鹸と洗剤が混ざっていいのか少し気になるわよね。塩素系は特に混ぜるな危険って書いてあるし。そうね、でも私は混ざっても問題ないと思うわ。というのもキッチン泡ハイターには脂肪酸ナトリウムという界面活性剤が使われているんだけど、脂肪酸ナトリウムは石鹸成分のことなのよね。そうなんだ。もともとキッチン泡ハイターに含まれている成分なら石鹸と混ざってもそこまで心配はいらないね。まとめ。ということで今回はモテギ流掃除講座の動画の中から特に参考になりそうなものをランキング形式で5つ紹介してもらいました。気になる使い方があったら皆さんも動画を見ながら試してみてくださいね。それではここまで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。モテギ和也の YouTube チャンネルモテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。